地さんから見てこのレジェンドの強さ。はい、まあ、え、新しいレジェンド出たの？アルティメット中空でこれ使うの？何する人？まあ、で自分で使う。この人はまずウルトで全員の DPS を上げる。ウルトで全員の DPS。そう、使った瞬間に周りに味方おったら全員あのリロード早くなって発射レートも早くなる。確か敵は？で、敵は何もない。で、武器持ってる時の走る速度が武器持ってない状態の走る速度になる。へぇー、慣れるの大変そう。で、こいつのアビリティがめっちゃ強くて、普通の言ったらあのパッシブじゃないわ、スキャンみたいな感じ、ブラハの、あれが追尾弾みたいなのを打てんのよ。で、それが食らうとまず20ダメージ確定で入って、武器にオーバーヒート状態を付与して、でオーバーヒート状態の時にバーってフルオートで銃撃ってゲージが溜まって、溜まりきったらバチンってなって、その間銃撃ってない30ダメージ食らうっていうのが付与できる。これ対マンめっちゃ強い。対面した時説明うまいね。ありがとうございます。続いて5月24日から始まる期間限定レベルイベントでもマジ強かった。これ使ってて、アッシュなどの力あるんで、もう火力も新キャラみたいな、見たことすら知らなかったけど、まあ、しかもあいつしかもパッシブで武器3本目持てんのよね。へえ、めっちゃいいじゃん。で、3本目に持った武器って、まあ、普通にも使えんねんけど、あのウルトを使ったら、あの、ま、先言ってなかったんけど、あの弾も無限になるよ。そのウルト中3本目だけ？いや、全部。あ、全部。クソついじゃん。そう、ほんでなぜかウルト使った時に、例えば3本目にディボーション持ってるとしたら、カボチャもついて2倍スコープもつくのよ。金武器になるのよ。でもマジで強い。でも俺たまに人の配信チラッチラッって本当に一瞬とかしか見てないけど、世界大会一回も見てない気がするんだけど、あのキャラノタさんがいるチームは行ってるので。マジで結構多いで。結構多い。ああそう。いやほらマジで強いと思うな、あいつは。そしてまあという点で、ただカスタムでってなるとどうなんやろな。まあカスタムでって言ったら弱そうだよね。そうですね。なんか結局ソロ用って感じする。そうよね。やっぱり先チームは、カスタムとかなってきたらカタリストシェアがやっぱり強いよな。なんかその前定期的にまあ言われる、あのエペだとよく言われるけど、そもそも抜くやつがいないんだよ。抜く、抜くキャラ、抜くキャラが、その構成から。確かに。なんか入れるってなったらさ、結局なんかその何かを捨てなきゃいけないじゃん。その策的なり移動なり守るなりなんなり。バルキリーがやっぱマップ読まれへんようになったのでかいもん。ああそうなんだ。でもそれこそその代わりちょっとレース上がったりしてないの？いやそんなことない。他のやつのティアってこと？あそうそうそう。カタリストが入るようになってきたね。あーらしい。それはなんか聞いた。でカタリストがおったらシェアがいるといいよねっていうので、結構カタリストシェアがだいぶ増えてる。この前それこそ柴原カスタムに出させてもらったけど、ガスがマジでおらんようになってた。昔それこそ漫画こそソロキャラみたいな感じだった。あそうやね。パンガーも増えてきたな。あ、何番号なんで増えたの？パッド殺しだからじゃないのあれ。ああそういうことか。とかもう今や8割が多分パッドやもんね。そうなんだ。でもなんかガスかなんかはパッド吸うらしいよね。え、そうなの？なんか誰かが言ってた気する。誰だっけな？誰かのチーム組んだ時なんかパッドで索敵できるみたいなこと言ってたんだよな。マジかよ。ボブ君かな？なんか説得力あるわ、ボブ君やったら。なんかそのガスまみれになってる時にパッドでぐるーっと視点回したら、そのクカッ
って遅くなるところに敵いるからそこ打ったら敵いるし。一堂に集結したというお祭り感溢れるマッチと。さあということで改めて僕は使いではないガスか。あくまでガスなんや。緊張も解けましたか。飛んでる。さあどうだ趣味チーム厳しいが。あでもこっち。いやもう入り乱れている。意味がわからない。ここで壊滅してしまったの。うおっ残ったのはミクナチームになります。さあどうだ。なんかいっぱい分かれてきた。バーサルゴリラチームを壊滅させてやはりポジション優位がありました。ここもランパーだ。ランパーマジ多いな。ねえ多いな。やっぱりこの辺りチーム多かったんですけど、でもあんなにうまくバトリング使えなくない。第4終始とかでやっぱり無理全部、ね、やっぱりその中入ってる最後の3見えたんです。最近エンペランクやってたものが、あそこのポジション取られてしまうと、ああ近距離中距離マジでワンマが当たり前ってしまう可能性もあるので、あそこに寄らせないようにこうそれヘンディはワンマができる。下側と戦わせるような方に寄せたかったのでポジションを左側を大きめに取ってた。俺無理やね。マジで無理やね。まあ、そして中盤ではね、その活躍も見られていまして、最後まで残り、ワンマ柱は結構無理だな。その活躍あって、順位伸ばしてますね。しっかりとこうチームに貢献をする、見事な連携を見せてくれたなというところに。今のでも今、緊急ついちゃってんの。あ、救急めちゃくちゃ強い。はい、救急だったらなんとかなりそうだけど。上限は3ポイントという1チーム目なんですが、さすがに無理か。チームとしてはバーです。いや、いけそうな気がする。でも救急ってさ、めちゃくちゃ当たるかさ、チームで14球じゃ、マジで一発も当たらんかじゃない。ただ3ポイント。あと0100円。マジで0100円。スタッツで目立つの序盤からガン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 。カスタムバロン多いんやな。自分たちのブレられる。何多い？やり合ってるところで積極的に絡んでいってバルキリ。ああ。でまた多かったね。やり合ってるところを狙ってたんですけど、後ろからランパーとか一番多くなかった。それもさばききっていたと。かな。あバルの方が多かったかな。まあバルもほぼいたか。ユキオショウいかがですか？それとミクロとかね。あいつパッシブなんだ。ランパーとは確かディボーションとか LMG の理論の方が速くなるやつから。へえ。さあというところで、間もなくですね、試合も始まっていこうというところ、昔からだよね、多分ね。ストールポイントの一戦なんですが、昔から、まあ、簡単に言うとこう、大事になってる。マジで早いよ、エルサーとか、そうですね、ストールポイントは結構その、中を取っていても気にしちゃうのか。もちろん強いポジションもあるんですけども、外からで、たまにエイペックスやってるとなんでこんなリロード早いんだろうって思う時あったけど、そういう時か。あ、多分それだと思う。あ、そういえば、今、ランクでさ、うん、ヒートシールドとかの枠ありやんか。初動注目なのこれ。あっこの枠に1個アイテムが追加されて、バルーンを出せるようになったのよ、倒れる。バルキリーいらないじゃん。そうそう、だからランクね、マジでバルキリーいない。もうラスチームとか出てくるでしょ。えぐいぐらい恐怖が来る。かぶせに行くかどうか。ジャンパみたいなやつが出る。ジャンパっていうか、なんつうの、風船。あ、そうそうそう、風船のやつが設置されるの。そう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 。へえ。ちょっと身長低めの風船が出てくる。あ、低いんだ。うん。そうね、据え置き型よりかは多分半分ぐらいの高さかな。へえ。